またちょっと中国が、ね、日本に意地悪をして、ねえー、魚買わねえとか言い始めましたけれどもイタリアもちょっと中国と距離を置き始めましたイタリアって中国とズブズブだったんですよもうイタリアの経済は中国さえなければダメですみたいな感じでもう完全にです、ね、あの腰巾着になってたんですから EU の, EU の中で最も中国寄りと言われてたんですからね もう、イタリアから中国取ったら何も残らないみたいな。もう、ペンペングさんも生えないみたいになったんですよ。もう中国様々だったんですから。そのイタリアがですよ、見てください。脱一対一路探る。一対一路加わったけども、恩恵ないじゃんって。だから言ったでしょうよ。一 <laughs> 対一のなんか一つも恩恵ないんですよ。ええー。読みますよ <coughs>。イタリアの、 メローニ政権が中国の広域経済圏構想一帯一路からの離脱を模索している権威主義的な中国の影響力拡大への懸念が広がり経済面の恩恵が乏しいことへの不満も高まったためだ対中関係の悪化による経済への打撃はできる限り避けたい考えで年末,に年末に向けて離脱への軟着力を探るとみられるということですよねはいあのー、結局金平がね 一帯一路というね大シルクロード構想というものを打ち上げたわけですよ、えー、そして中国が融資すると、えーえー、そのお金で中国企業がねいろ,いろと建設してあげると。 労働者は中国が連れていくって全部中国の経済に組み込まれていくわけなんですけどもそれで作ってあげるからあとでそのお金を分割して返しなさいってわけですよ全部利益中国もらっておいてさらに金までむしり取るってわけですよねえだからね中国が投資してダム作るとか鉄道作るとか言うんだったら地元経済が活性するかなと思ったら全然ですよ全部中国企業が受注し中国人が働きそして債務だけ残るわけですよ だって鉄道作ってやったんだから金払えって言われてじゃあ100年分割とか50年分割で払うわけでしょで、一つも経済活性化しないわけですよ、はいえー、でしかも、ね、鉄道とかの収益もその返済に使われちゃうわけですから全然あの意味ないわけですよね。 だから一帯一路によって中国様がね、えー、東西繋いでねかつての大シルクロード構想をやって中国がそのねちょっと経済的な弱小国をしっかりと支えてみんなで幸せになろうみたいなこういう大風呂敷を広げたわけですよそしてみんな尻尾バタバタ振って乗っかったってあったわけですね、えー、でこんなものに乗ったらどうなるかもう構想を見たら分かるわけですよもう中国の独りよかりって分かるわけですよねでイタリアは <laughs> めくらましになって乗っかっちゃったわけですよ。まあ、イタリアって結構ヨーロッパの中でも経済やばいですからね。おなんか、あ、うん、ね、救世主みたいに見えちゃったんでしょうか。乗っかっちゃったわけですよ。で、振り返ってみたら、全然意味ねえじゃんって話になって、で、世界、G7 から、それか EU から白い目向けられてるんですよ。今、中国に世界が非常に厳しい目を向けてて、牽制してる時に、もうイタリアだけ腰巾着になっちゃってるわけですから、あんた何やってんのって話ですよ。 ええー。あら、そうかしらと。で、爆弾で利益があったらともかく利益ないわけですよ。だったらちょっと距離置いた方がいいんじゃないかしらとかなってるわけですよね。はい、読みます。<laughs> 続きね。イタリアは EU 会議派のコンテ政権時の2019年。G7 として唯一一対一例の協力の覚書を結んだ。覚書の期限は24年3月で、その3ヶ月前までに離脱を表明しなければ自動更新される。イタリア側には、近平、 肝入りの構想への参加で中国からの投資や対中輸出を増やし経済の底上げを図る狙いがあったただイタリア政府の統計によると19年に130億ユーロだった対中輸出額は22年は164億ユーロにとどまったまあ微増しただけですよ <laughs> 2倍増3倍増を期待したみたいですけどもちょっと増えただけはい <laughs> 同期間に中国のイタリアへの輸出は317億ユーロから575億ユーロに増え貿易赤字は拡大したそうなんです。結局中国からの輸入が増えちゃってなんなら対中貿易赤字が大きくなっちゃったというですね。はい。だからイタリアをイタリアが一帯一路構想に加わって誰が得したかって,って金平が得したわけです。中国のものをいっぱい買わせてイタリアのものをほとんど買ってあげてないわけですよね。 意味ねえじゃんって話ですよ <laughs> うん一帯 <coughs> 一路に参加しないフランスやドイツが22年対中国輸出を急拡大させたこともありイタリア側の不満が高まったこれじゃ何のための一帯一路か一帯、はい、一路に加わなかった EU の国々が対中貿易黒字拡大させて一帯一路に加わったイタリアがいいかもとなって虫歯取られてるんですからねもうカモネギなんですよそんなものははい <coughs> イタリアのクロセット国防大臣は7月30日付の地元紙とのインタビューで一帯一路への参加について行き当たりばったりでぞっとさせる決定だったと批判したタヤーニ副首相兼外相も6月一帯一路によってイタリアは多くの恩恵を受けていないと明言したこの間中国はイタリアの重要インフラへの浸透を図り EU 内で懸念が広がった国営企業でアメリカの制裁対象になっている中国、えー <coughs> 中国交通建設は19日イタリア東部トリエステ港に開発に向けて協力を進める覚書を取り交わした中国やロシアなど権威主義陣営の 影響力の拡大を警戒する G7 内では、イタリアに一帯一路からの距離を求める圧力が高まっている7月27日にメローニ首相がワシントンでバイデン大統領と会談した際も一帯一路問題が議題になった会談でバイデン氏は早期離脱を求めたとみられるイタリアは24年の G7 議長国でもある民主主義陣営の結束が求められる中メローニ政権内では一帯一路に参加したままでは国際的な指導力を発揮できなくなるとの思惑も懸念も広がるただ 離脱による中国の経済的な報復措置はできるだけ避けたいのも本音まあ向こうは雨とムチですからねすごいですよね雨渡しながらムチ打ちますからね、えー、イタリアに一帯一路からの離脱を求める圧力があー違うイタリア経済は停滞が続いており4月6月の GDP は前年同月比同期比0.6%増にとどまったということです <laughs> 中国にとって、イタリアの一帯一路の参加は、近辺のメンツがかかっている側面があり、引きと同盟に躍起になっている。だからここ一生懸命、ごめんごめん、もっと買うとか、目を出してきているわけですよね。中国共産党の、えー、劉建庁中央対外連絡部長は6月下旬、イタリアを訪問し、タヤーニ氏や経済界の代表者と会談、一帯一路による協力の継続を強く働きかけたっていうかさ、F2 後継機をね、日本の戦闘機ですよ。 日英共同で開発するってところにイタリア入ってきたでしょう。いや、イタリアなんか中国ズブズブなのに、そんなところと組んで戦闘機なんか作れますか、本当に。ねえ。もう赤いやつ一機作ってあげるから、もう関わらないでくれって言うんですよ。ねえ。もう日英だけで十分ですが、なんでイタリアよ。ねえ。はい。というわけで、イタリア、脱一帯一路探るというね。ただ、あんまりやっちゃうと、報復されるから。うん。だからほら、 EU 守ってあげてねどう思います